外装水雷とは長い竿の先に一つ爆雷を装着したもの。主に敵艦船の機水戦火をついて爆発させ、箱を開けて沈没させる。へ先に取り付けて体当たり攻撃を行うのが一般的であった。初期のものは爆弾本体にトゲがついており、そのトゲによって目標の船体に爆弾を突き刺し、棒につけられた引き金を引いて爆破するものだったが、 木造船なら、ともかく鉄船や光船に対しては、歯が立たないので、後には、瞬発進行が備えられた。自公式の魚雷が発明されるとすぐにとって、変わられたので、世紀の兵器としての活躍は主に南北戦争の、他は、数例に限られる。デイビッド級半戦水型水雷艇先端の棒が、外装水雷外装水雷は、南北戦争時に、 南部連合の技術者であるシンガーによって発明された。南部連合の反潜水型蒸気水雷艇、デイエビッドが1863年10月5日に、チャールストン港で、鋼鉄艦、USS ニューアイアンサイズを昇華せしめたのを手始めと、し、人力推進の潜水艇ハンリーが1864年2月17日に、木造スループ船、USS フサトニックを沈めたが、 ハンリーも爆発でできた敵艦の箱に吸い込まれて、もろとも沈んでいる。このように、外装水雷は、自身の目前で破裂するのため、使用者自身も自傷しかねない、危険な兵器であった。他にも南軍は、デビート級反潜水型水雷艇に装備して、大量に使用した。一方北軍は1864年10月27日夜に、 南部連合の鋼鉄艦 CSS アルベマールを撃沈した。同じく1864年には北軍において棘で突き刺す必要はなく、突くだけで爆破できる外装水雷が登場した。ありがとうございます。